ノです。ここのマスターの孫です。住み込みで働くココアさんと軍人気質なリゼさんとラビットハウスで働いています。ココアさんが来てからお友達が増えました。アマウサーンのチアさんとフルールドラパンのシャロさん、なんだかとても賑やかになりました。学校ではマヤさん、メグさんと楽しく過ごしています。なんか一気に賑やかになったね。みんなでお泊まり会やプールにも行ったり、たくさんの思い出ができました。負けてられないね。作家の青山さん、どうやらおじいちゃんのお知り合いだったようです。とりあえずうちに来てもらいました。おじいちゃんとしか話そうとしない私のことを思って、バイト終わりにクリスマス会しましょうか。みんなで企画したクリスマス会、こんなに賑やかなラビットハウスは初めてじゃ。ただその後ココアさんが熱を出してしまいました。あの時は薬が切れてしまって、雪の降る中チアさんに薬を分けてもらいに。本当に大変だったんですから。お姉ちゃんの寝ぼすけ、あ、うん、ポイって今日を投げ出さない、約束しましょう。突然ココアさんが写真に目覚めたこともありました。笑顔になるのはなかなか難しいです。ココアさんのお姉さんモカさん、恐るべき姉オーラにはあのリゼさんもタジタジでした。これが頼れる姉オーラ、冷たくなっちゃうぞ。カレーパーティーをした時にはリゼさんが持ってきたチョコにブランデーが入っていたらしく、うわー見ないでください。私たちももうすぐ高校生、マヤさんがあんなに悩んでいたなんて。そんなこと考えてたなんて、リゼちゃん私たちずっと無駄よ。お前ら何なんだ。昔ラビットハウスとアマウサーンの間で因縁があったようです。でもそれはどうやらおじいちゃんの一方的な思い込みだったようで、孫の私たちは仲良しです。爆弾、意外なところで青山さんの本名も知ってしまいました。キャンプに宝探し、楽しい思い出がいっぱいできました。これです。中身はちょっと焼いたよ。もっと盛り上げないと。お姉ちゃんに任せなさい。うん。あっ、ほんの1週間の帰省でココアさんは大騒ぎ。でもこんなにココアさんと離れたのは初めてです。勇気を出して皆さんを花火大会にお誘いしました。それにしても花火が上がるのと一緒に帰ってくるなんてココアさんらしいです。ただいま。第二の家だね。いらっしゃいませ、ラビットハウスへようこそ。大変なことになってしまいました。合唱のソロパートに選ばれてしまいました。なんだこれ。ありがとうございます。緊張する私をみんなが応援してくれたんです。怖い。全然違います。目立つね、チーノちゃん。うまく歌えてたかな。本当に本当にしょうがないお姉ちゃんたちです。お母さん、私今素敵な人たちと一緒です。だからそして